こんにちは、さゆたかさん、はい、いよいよ WBC が来年の3月19日から21日に迫ってきました。はい、まあ、そんな中、誰が行くのかというファンの中でいろいろな皆さん予想がされてます。なるほど。はい、早くねんか。いやいや、もう3月の19ですから。そうか、来年の。そうか。で、この WBC に先立って、オーストラリアと代表との強化試合が11月の9、10にあります、うん、というのもあるので、もうファンの中ではこの選手たちが選ばれるのではないかとか、はい、メジャーリーグから今回参加してくれる日本選手がいるんじゃないかとか、うん、っていういろんな予想が出てます。そこで今日は、はい、ズバリ豊ジャパン発表していただきたいと思います。私、豊さんじゃないんですけど、ね、いや難しいな。難しい。これは難しかった点ってどこだったんですか？若手を入れるか、うん、経験を買うかっていうところなんだよね。これまあおそらくなんですけど、12月の後半に第1弾のメンバーが発表され、まあ通年いつも通りに行くと、うん、まあ20名前後、はいはい、で来年の1月の後半に全メンバーを発表するんじゃないかと言われてますが、はい、うん、まあピッチャーから行くか。じゃあピッチャーから行きましょうか、はいはい、ではピッチャーからお願いします。まあ大谷翔平だよね。これ投げるか投げないかわからないけど、はい、投げなかったら DH だよね。だから3月にビンビン投げれる状態であるのか、うん、違うのかっていう、はい、まあ言ったら、うん、多分投げれるようにはしてくれると思うけど、これルール上って二刀流って あるあるんですか。じゃあ二刀流で行く可能性はゼロではない。ゼロではないよね。あ、けれども、うん、はい、状態などを考えてバッターで行く可能性あると、これ、まあ、最初、まあ、大谷だよね。で、はい、ダルビッシュ。あ、この2人出てくれますか。出てくれるでしょ。まあ栗山監督になったでしょ、はい、で日本ハム時代、うん、一緒にやってるじゃない、はい、だから多分言ったら、うん、多分出てくれると思うよ。契約上の問題が発生しなければね。まあ、それ以外だったら、はい、多分出てくれると思う、うん、両選手とも、ね、出たいですっていう表明を、ね、してますし、いい、ね、はいはいはい、なんせ大谷選手は同僚のトラウト選手が今回主将としてアメリカ代表でも参加することを表明してるので、はいはい、そのままエンゼルスにいれば出られるってことですよね、うん、まあ、そうだね。で、まあ、この両メジャー投手、はい、プラスアルファです。で、山本由伸、オリンピックで活躍しましたもんね。これは日本のエースだからね、はい、で、佐々木朗希、あ、今回選ばれる。経験もさせてあげたいよね、うん、そういう、こう生半可な感じじゃないよ、はい、でもやっぱ佐々木朗希のスピードっていうのは、うん、まあ、向こうでも通用するんじゃないかっていうようなね、うん、あのスプリットと、はい、だからまあそういうのでやっぱりね、いいと思うしね。これも先発で行くってことですね。もちろんもちろん、はい、で、宮城、お、初めてですね。で、今永、あ、DeNA から今永投手、うん、はい、左も必要だよね、はい、お、うん、今永投手が豊さんの中でこう選んだ理由っていうのはやっぱり今年の活躍、まあ、もちろんそうだね、はい、まあ、それとやっぱり経験もあるしね、うん、だからそういう意味ではまあいいかなっていう。あ、この辺りはじゃあ先発としての、はい、お、活躍が期待されると、はいはい、で次が、まあ、中継ぎに、はい、湯浅、あ、阪神の、はい、はい、いいですね。で、青柳、あ、もう変則でね、オリンピックでもね、そう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 、はい、まあ、先発でもいいんだけど、うん、まあ、中継ぎの方が、うん、まあ、いいのかなっていうね、はい、で、まあ、先発で千賀もいるんだよ。おお、これ、うん、先発、中継ぎ、両方どちらでもっていうことでですか。まあ、そうだね、うん、まあ、できれば先発してほしいけどね、うん、はい、はい、で、田口、ヤクルトの田口投手、はい、これは、ヤクルトの中でポジションが決まってないのは田口だけなんだよ、はい、で田口っていうのは、うん、チームが危機に陥った時に必ず登板してるんだよね、今年なんか、うんうん、それでこう摘み取ってるという、うん、まあ、疲れが溜まってちょっと打ち込まれたりもしたけども、はい、やっぱ田口のあの集中力と、うん、あれは使えるんじゃないかなっていうのね。で、左のワンポイントだとか、はい、まあ、1イニング任すとか、はい、やっぱり窮地の時、うん、まあ、いい左バッターもたくさんいるだろうしね、はい、だからそういう意味では田口、お、田口投手、はい、はい、で、まあ、経験を買って栗林、え、後ろではなく後ろで使うってことですか。もちろんもちろん、はい、栗林投手、はい、で大勢、お、初ですね、ルーキーで、やっぱこうボールがよく動くという、うん、で山崎康晃、はい、お、 DeNA から、はい、がこのメンバー
バーが豊さんの中では現時点でベストなピッチャーのメンバーってことですね。やっぱりね、ただ悩んだのは森下、後半調子上げてんだよね、はい、だから森下も捨てがたいよね、多彩だから、はい、補欠ではないんですけど、時点という感じです、ね、今年の前半を見る限りでは、ちょっとメンバーに入ってこないけど、うん、でも後半の活躍を見ると、まあ、権利もあるよね、はい、で柳、中日、はい、これものすごい期待してるんだけどさ、うん、ただ、今シーズンあんまり良くないよね、うん、だからそういうので先行漏れするんじゃないかなっていうような気がする。なるほど。で、大野。お、同じ中日、はい、うん、入ってこないですかね。左バッターの被打率が高いということね、はい、まあ、そうなってくると困るという、うん、中日の高橋、お、はい、高橋宏斗、高橋宏斗、はい、これもやっぱ経験で連れて行ってあげたいよね、はい、やっぱいいボール持ってるもん、そうですよね、で三振が取れるっていうのがでかいよね、うん、ただその正式に豊さんが入れないで補欠じゃないですけど辞典にしてるのはそこはなぜですか。まだわからないと。まだわからない、まだわからないっていうのは森下がやっぱ春先悪かったという、うん、で柳は通してちょっと悪いという、はい、で、まあ、大野は左の被打率が高い、うん、で高橋はちょっと経験が浅いということなだけなんだけど、うん、はい、こう入れ替える体制はあるよね、うん、そうですよね、十分入れ替えられるよね、はい、いい選手いるんだよ、いいピッチャーいるんだよ、たくさんいますよね、うん、続いてキャッチャーいきましょうか。キャッチャー、はい、まあ甲斐、もう頼もしいですね、うん、はい、でヤクルトの中村、はい、中村悠平選手、坂倉キャッチャーで広島のね、はい、ほとんどキャッチャーやってないんだけど今年なんかは、はい、相澤が迷ったんだけどさ、はい、彼のバッティングっていうのは捨てがたいんだよ、うん、だから3番目のキャッチャーってほとんど使わないんだけどもさ、はい、でも例えば代打とかで、ありですよね、ありなんだよ、でキャッチャーじゃなくてもバッティングが良ければ、でも内野手では登録はできない、できないのか、うん、あ、これはやっぱりね、サード守らせるだけの勇気がない、あ、じゃあ3番目のキャッチャーで代打っていうところなの。そうだね、バンバン当たってても、バッティングは使えるよ、うん、バンバン当たって打率も残し始めたらこれもキャッチャーとして正捕手で出るってことはできないんですか。いや、できるよ、それは大丈夫ですか。できるできる、うんうん、ただやっぱ盗塁とかね、はい、そういうのはやっぱ甲斐とか中村には劣るけどね、はい、阻止率とかね、はい、さあ野手です、はい、野手は村上、もうここは一番、ここはもう鉄板だよ。もうそうですよね。村上で経験、浅村ね。ああ、はい、浅村はやっぱああいう時の集中力っていうのは高いしね。はい、そうですね。で菊池。あ、もうここは守備セカンド。まあ守備もそうだし、はい、ラインナップに入れても、うん、まあ、小細工が効くでしょ。はい。だからそこら辺のいろんなことができる選手としてね。うん、で源田。あ、源田選手、はい。うん、で坂本、お、ここ両ショートですね。坂本はキャプテンだと思うんだよね。うん、出る出ないは別問題として、やっぱりキャプテン精神的な支柱っていうのはいるなと思ってた、うん、人望も厚いし、そうですね、うん、だからその守備の面でやっぱりその怪我だったりとか、うん、足とかね、足腰の問題ありますけど、キャプテンとして必要っていうことなんですね、うん、はい、はい、で今宮、あ、今宮選手、はい、いろんなことができるからさ、うん、ただ今宮と源田が被るんだったらどちらか落として牧なんだよ。ああ、セカンドでですよね。牧はセカンドしかできないけど、はい、源田今宮はショートセカンドができるという、うん、そうか、うん、これだからそのバッティング長打ですか、うん、いわゆる取るのか守備だったり堅実な方とか、やっぱね小細工が欲しいんだよ。あのね、パワーでは勝てないからやっぱスピードが欲しいんだよね、はい、ってなるとやっぱ今宮選手必要、今宮か源田なんだよね、うんうん、でもスピードからすると源田なんだよ。あ、そこに牧選手がなかなか割って入って、うん、牧もねやっぱりこうすごくいいよ、経験上入れといてやりたいし、うん、まあ、将来また次の、うんうん、メンバーには確実に入るような、はい、まあ、選手なんだけど、うん、やっぱ内野手ってこう機敏であってほしいしさ、守備がうまくないとその守備の破綻からゲームを落とすっていうことがあるんで、うん、そうですね、あと例えばこのパニックではないですけど、例えばフィルダーズチョイスであったりとか、この場面は一塁、まあ、この前ありましたけどホームじゃなくて一塁の方が良かったよねとかいう、その経験値だったりとか、そういうのがやっぱ国際舞台ってすごく
必要になってくる、まあ、必要になってくるけど、牧がそこ足りてないかって言ったら足りてる選手なんだよ、うん、冷静だしね。うん、ただやっぱり菊池の守備よりは劣る。あ、現代今宮の総力よりも劣る、うん、で長打打てる人はたくさんいる、はい、そうなってくるとこう来る難しいんだよ。なるほど、うん、そこか。まあ俺が本当に監督だったら入れるけどね、牧は。あ、あかん、本当に、うん、これでも豊かジャパンだけど、ですよ、ね、まあでも栗山をこうある程度想像しながらだから。なるほど。だからまあだけど、いや本当捨てがたい選手だよね。勝負強いし、まあ、あと栗山さんはやっぱりパ・リーグをすごく見てらっしゃってからっていうこともありますもんね。まあまあもちろんね、はい、はい、さらに鈴木誠也外野手ね、はい、はい、あ、メジャーから。あ、もちろんもちろん、はい、だってこれあのオリンピックの金メダルの4番バッターだから。そうですね。え、じゃ あでも今回の4番バッターはまだわからないね。村上選手、鈴木誠也選手は分からない。いや、村上が8番打ってたからね、オリンピックの時に。そうなんですよね。俺急成長して、はい、鈴木さん、出てくださいみたいな。まあ、鈴木誠也は本来4番というよりも3番バッターが似合うバッターだとは俺は思うけどね。はい、うん、で、近本。あ、近本選手初になりますか、選ばれると。やっぱあの足、はい、やっぱね、国際試合はね、とにかく足が使えるよ、うん、やっぱクイックが下手だもん、はい、で隙だらけの選手が多いから、はい、ピッチャーも、うん、だから足が使える選手が欲しいよね。じゃあ やはり1番であったりとかにっていうことですよね。で吉田、吉田正尚選手、はい、で柳田、はい、柳田選手、松本剛、あ、松本剛選手、はい、まあ、パ・リーグの今年おそらく首位打者取ると思う。まあ、怪我ちょっとね気になりますけど、ね、いや怪我は治るよ、もう来年には。はい、まあ、だけどこの選手はやっぱ足も速いんだよ、はい、これ、ね、隠れてるけど持ってる総合力っていうのはバランスのいい選手だか ら,、うん、はい、だから何を置いても使える選手だよ、うんうん、で近藤、あ、同じく日本ハムから、うん、近藤選手やっぱ必要ってことですよね。まあ栗山だったら選ぶかなっていう。あ、日本ハムだし。まあでもやっぱね、近ちゃんのあの塁に出ていくっていうのは、うん、技術っていうのはやっぱすごいものがある。あ、例えばコンちゃんが振り回して打ったとしても、はい、うん、ホームランなんかなかなか打てないよ、うん、そしたら出塁にかける、はい、そういう時っていうのは近藤は一番だから。選球眼の良さ、選球眼と粘りと、はい、バットコントロールと、うん、だからそういう意味ではコンちゃんもいるなぁと思って。本当あと打順も欲しかったですね。打順いる。これは難しいよな。欲しがっちゃうなと思ったんですけど、豊かジャパンなので豊かさんだったらどういうこれで打順を組むんだろうっていう。そうだな。打順は今度にする。いやちょっと聞きたいですね。聞きたいです。だから村上選手を4番にするのか、村上選手を、あ、村上を4番にするよ。あ、もうこれ4番そうなんですか。あ、4番にする。おお、うん、で鈴木誠也選手はさっき言ってた3番にする。お願いします。打順も教えてください。じゃあ書いていって。1番近本。お、1番近本選手。はい。うん、近本選手センターですよね。もちろん。はい、2番。はい。あ、やめた。やめた。お、やめた。はい。ちょっと待って。はい。いや、1番近本で。あ、これはいいんですか。はい。2番鈴木誠也。3番ではなくて、うん、攻撃的ですね。うん。どこ守るんですか。ライト。ライト。うん。3番吉田。うんうんうん。じゃあレフトですね。4番村上。はい、さ、はい、5番浅村。ちょっと待って。はい。2番鈴木誠也、やめた。やめた。やめた。やめましょう。DH 大谷。おお、2番に DH。あ、じゃあ1番。DH 大谷だ。1番にしますか。うん。それって回ってくる回数のこと考えてますか。そうそうそう。おお、1番。DH 大谷、うん、はい、2番センター近本、うんうん、3番、はい、ライト鈴木誠也、4番、はい、村上、はい、5番、はい、浅村、はい、ファースト、6番、はい、吉田。ここに吉田選手なんですね、うん、レフト。これ山田もいるなぁ。いや山田、ただね、今年の活躍を見てると、はい、少しちょっとなぁって思うんだよ。そうですね、そうですよね。そう、山田選手入れてなかったですね、うん、浅村入れてないよな。浅村選手5番ファーストで入ってます。5番入ってるね、はい、ま
まだあのショートとセカンドがいないですね。 あとキャッチャーも。あれ外野もう埋まったの？外野も埋まりました。柳田選手どうす、いら、どうす、いや柳田もねちょっと今年の活躍とかいろいろ見てると、はい、ちょっと物足りない部分があるんだよね。で DH でも大谷選手を使ってるので。そうだ、はい、柳田選手はこうなると控えに豊かジャパンではなってしまいます。7番、はい、7番坂本だな。あ8番キャッチャー、キャッチャー甲斐だな。おやっぱここはまあ中村でもいいけどね、うん、バッティングがいいから。はい、でも豊さん的には甲斐選手が一応一歩リード。まあ守りはな、うんうん、ただやっぱ総合的なことを考えると、うん、やっぱ中村は成長してるしな、はい、どうします中村で。中村選手いきましょうか、はい、はい、ラスト、はい、ラスト、はい、菊池、菊池選手、うん、おー、じゃあここショートセカンド争いには源田選手だったり今宮選手はベンチスタートっていうことになるんですね。まあ試合数が多いからさそこら辺はちょっと変えていったりとかいろいろするけども、うんうん、はい、でもここら辺は源田は守備固めとかダイソーとか、うん、まあいろんな使い道はあるよね、はい、で今宮ももちろんそうだし、で1試合目だから今宮と源田はどっちか選ぶ、ね、うん、どっちかどっちかですね、うん、あで牧を入れとく、ああ入れますか牧選手、やっぱ代打でいる、代打で、うんうん、で1試合目、まあ、まず最初の先発は誰にしますか。ダルビッシュだよ。あダルビッシュ投手、うん、そりゃダルだよ。ここはもう山本、その世界一のピッチャー立てる、もう最初からいきますよね、そうなってくると。おという出ました豊かジャパンのスタメン、ね、はい、はい、これはやっぱいいですね、理想というか、これやっぱり1番に DH 大谷選手を置いたっていうまずところが豊かさん、やっぱもう名刺があれだよ相手の、え1番大谷みたいな、うん、えみたいな、あいつよりすごいのいるのかって村上が4番にいるとか。そうですよ、そうですよね。ただそうですね、大谷選手メジャーで1番ももちろん打ってますし、はったりが効くから、はったりが効くから、いやいや足めちゃくちゃ速いから大谷選手。そうです、はい、そうですよ。でこれ大谷選手がまあ足めちゃめちゃ速いし出たとして、で2番に近本選手を待ってます。柳田でもいいんだよ別に。まあそうですね、ここは柳田選手でもいい。いやでもあの柳田もちょっと故障がちとか、はい、いろんなことがあるから、はい、うん、そうだな、まあ、近本で、うん、やっぱ出たら確実にあの子だったら走れると思う、近本だったら。もちろん大谷が倒れてもバントで走るっていう、まあ、バントもできるし、ね、そうですよね、うん、で打たしてもゲッツないから、あ足、うん、そうですね、癖がない、まあ、ゲッツないないこともないけどね、うん、まあ、確率は低いから。で相手バッテリーがね外国人なので、そういうところでなんか小技ですごく揺さぶりをかけたりとかできますもんね。で豊さん3番に吉田選手ではなく途中で鈴木誠也選手にしたっていうふうにおっしゃってました。まあでも鈴木誠也は足も使えるからさ、うん、やっぱ1、2、3が足が速いよですね。だから鈴木誠也も足速いからね、はい、盗塁の技術もあるし、うん、だからそういう意味では1、2、3が走れると、はい、日本の野球っていうものがやりやすい、まずここで。そうですね、はいはい、でもう4番は不動の村上選手、村上も好きだったら走るからな。そうですよね、そうそうそう走りますもんね。で5番浅村選手、まあ、浅村はやっぱ経験だな、うんうん、やっぱ金メダル取った時の、はい、やっぱ5番だしね、うん、で鈴木誠也の後ろを打って、はい、鈴木誠也が打てない時に支えたのが浅村だから、はい、だからそういう意味では村上が打てない時にまた支えてくれと、うん、浅村選手もしね村上がね、うん、あれだったら、まあ、警戒もするだろうし向こうはね。そうですね、はい、で6番吉田選手です、はいはい、で7番ショート坂本選手をやっぱりスタメンで豊さんは入れました、うん、やっぱりね、うん、声かけだとか、うん、まあ、いろんなこうショートのポジションで状況を見るとか、はい、それを伝えるとかピッチャーにアドバイスするとか、うん、やっぱまだまだ坂本だと思う、うんうん、ただ全試合スタメンっていうことははなくなる可能性はあるよね、うん、そうなってくるとここにまあ、今宮選手だったりとか、ね、源田選手、そうだね、まあ、バッティングだったら今宮だな、うん、うん、まあ、守備だったらあの源田だけど、はい、まあでも今宮もうまいからな、はい、今年はいいよ、ね、すごく今宮、そうですよね、まあ、頑張ってますよね。あで8番豊さん悩んだ末にキャッチャー中村選手、そうだね、はい、
っぱ中村ってちょっと地味なのかね。いやまあ海外インパクトが強かったからな、日本シリーズで海外カノンとか言って全部刺したというな、だからそういうイメージがあるかもしれないけど、やっぱバッティングとかいろんなこと考えるとさ、やっぱ中村の方が総合点は上だよ。そうですね。しかもどんなあの規定も効くというか、バッターボックスで、まあそうだね、はい、中村調子に乗りそうだな今度じゃあブルペンから中村選手がこうブルペンに電話するかもしれない。もうそう、まあ今最近は行ってないけどさ、はい、球場に、はい、田中さんみたいなの来るんだけどさ、はい、もうかっこつけてるんだよね。いやもうかっこつけていいですよ、もう、まあ、もう日本一のキャッチャーですから、はい、はいはい、そして9番にセカンド菊池選手です、うん、まあこれはあの下位打線からトップに回すというね、はい、また菊池も足が使えるし、で菊池選手からの大谷選手にまた回ってくるっていうことになりますよね、はいはい、で先発ピッチャーは最初はやっぱり1試合目はダルビッシュ投手、そうだね、うん、これで勝てますね、勝てる勝てる、うん、やっぱり守りの破綻っていうのが一番怖いよね、はい、だから吉田も、うん、あの6番には入れてるけども、うん、勝っていればすぐ勝ってて後半に行けば守備固めとして、まあ、松本だとか、はい、を入れると、うん、やっぱさ松本剛も骨折して、はい、治りきってないのに出てきて、まあ、首位打者を取ろうとしてる、うん、なんかこういうご褒美があってもさ、いいでしょ。いや、いいですし、もともとがね、ものすごいポテンシャルの選手、ね、いや、バットコントロールなんかめちゃくちゃうまいよ、はい、だからもう、うん、ビッグボスに鍛えられてるから、うん、どんな時だってお前、カーってやっててお前え、2エンド2からスクイズが出るんだからえ、俺首位打者なんだけどと思いながらすごいですよね、やって失敗したけどね失敗したけど、うん、もうどんなサインが出ても驚かないという、いや、そうですよ、鍛えられてますもんね、そう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 、やっぱりというね、豊さんの豊ジャパン、だから牧がちょっとな、そこが選ばれるかどうかですね、栗山監督の下でだ、どうするかだよね。そうですね、これ海外組っていうのは11月の強化試合には来ないですよね、来ないんじゃない、きっとね、うん、来ない、だ本ちゃんのそのもう最後の合宿の時のみ、まあそうだね、ってなりますよね、まあ、アメリカに入ってみたいな、うん、そうです、まあ、予選から出るとは思うけど、あ、もちろんそうですよね、うんうん、そこはだから、まあ、どこでね、やるかわからないけど、まあ、日本スタートでしょ、多分東京ドームからでしょ、予選は、まあ、そこら辺には合流して、はい、予選からね、はい、まあ、ダルビッシュなんか投げないと思うよ、予選は、あ、じゃあ3月、一応3月8日から予選が始まるんですけど、そこでは、うん、多分他のピッチャーで賄っておいて、はい、多分そこで負けないでしょ、あ、うん、で19からが、まあ、決勝ラウンドになる、そう、決勝ラウンドに入ってから、まあ、ダルビッシュの意向もあるんだろうけども、うん、いや、予選から行きますよっていうふうになれば話は別だけど、うん、まあ、決勝ラウンドからでもいいと思うけどね、うん、いや、そこまでこのメンバー揃えて負けたら話にならんよ、いや、まあそうですよね、うん、確かにそれはありますけれども、いや、でもね、なかなかその海外のメジャー組がWBC に参加ってここ数年なかったので、そうだな、これで見られるってなるとやっぱりまたさらに盛り上がりますし、これでやっぱり優勝ってなるとさらにね、勝つよ勝つ勝つ勝つ、金メダルもね取ってますし、去年オリンピックで勝つ勝つ多分軽い勝つですね、いやいや違う違う違う、やっぱねこれだけのメンバーがいて、うん、やっぱチームになったら勝てるよ、おだバラバラになったら勝てないけど、うん、チームにしていかないとね、このメンバーを、そうですね、まあ、俺が選んだだけで、まあ、別のメンバーがいるけども、そうですね、プラス、でもね金メダルを取ったでしょ、うん、オリンピックで、はい、でやっぱチームって輪があったと思うんだよ、はい、だからいかに輪が大切かっていうのもやっぱ知ってるメンバーっていうのはたくさんいるんだろうし、うん、だからそういう意味ではチームにしていくよみんなが、お、うん、だから俺はもう負けないと思ってるから、例えば伊藤さん、秋山翔吾選手が入れなかったのは、そこは、いや入れてもいいんだけど、うん、枠がもうないってことですか、うん、だから松本に代わって秋山を入れる可能性はある、ね、ある、うん、あと岡本選手はやっぱり今の状態だと、岡本はねポジションが被るんだよ村上と、そうですね、そしたら使えないでしょ、はい、うん、だからまあそういうところ、だから浅村に代わって岡本っていうのもいいんだよファーストで、はい、でも村上のサードは多分動かさないと思うんだよ、うんうんうん、やっぱり日本のスターだしさ、そうですね、トップスターだから、そうですね、もう男組みたいな、はい、あ関係ねえか、そうです、あ月組か、月組、宝塚の、
宝塚ですか。宝塚、はい、あれなんだっけ、あれ、まあ、空組とかありますよね、中組みたいな、はい、もうそのトップの組だ。そうですね、ああ、だからそこのサードを動かせない分岡本選手の、うん、っていうことも、まあ、動かしてもいいんだよ、うん、岡本サードにして、はい、村上をサードファーストにしたっていいんだけど、うん、まあそこはしないと思うんだよね。村上を動かすっていうことはないと思う、うん、なかなか。そうですよね。いやただこれでね、こう豊さんが選ぶ豊ジャパンと、じゃあ実際に栗山監督が最終的に選ぶこの栗山ジャパンがこう何人違うかね。え、何人一緒かじゃないですか。いや一緒の方が多い。多いですよね。だから何人違うんだろう。そこもまたね、楽しみや。発表された時に速報で出しましょう、こちらも。まあ、まあそうだね。はい、はい。